はい、本日はですね、こちらノースフェイスの2022年春夏の新作のね、ロンティーをご紹介していきたいなというふうに思います。正式名称がね、スリーブグラフィックティーという名前にはなってるんですけども、今年のバージョンはね、ちょっとね、ロゴのところが違いました。ロゴのところがなんか手書き風というんかな、ちょっとこう可愛らしい感じのね、デザインになってて、裏側はね、こうバックプリントでノースフェイスって書いてたりするんやけども、このタイプのね、ロゴってあんまないですね。表だけちょっと手書き風になってるんやけども、あ、可愛らしいなと思ってね、購入をさせていただきました。で、袖口のところもね、若干手書き風になってたりしてて、ちょっとこの辺は遊び心あるような一着になってるんじゃないかなということでね、ご紹介はしていくんですけども、まあ早速本日の流れね、まずは着用していきます。で、まあどんな感じなんかっていうのを見てもらって、その次ね、まあ、特徴をお話しして、まあ向いてない人、こう多分こういう人ね、あんま向いてないですねっていう、まあデメリットの部分とか、逆におすすめの人、あ、こういう人来たらもうバッチリですよなんていうお話をしてね、最後価格で終わりたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ではね、まずは着用していきます。はい、ということでね、着てみました。どうでしょうか。サイズがね、 L サイズで着てます。ノースフェイスのサイズ、まあ僕 LXL でもね全然いけると思うんやけども、一応 L サイズで着てます。はい、こんな感じですね。どうでしょうか。まあ今やったらジャストサイズかなと思うんですけど、まあコットンってね、やっぱ洗うとどうしても縮みが出てくるんですよ。もう昨年買ったノースフェイスのモデルが、こちら長袖ね、多分おそらく同じ生地使ってると思うんですけど、同じ L でもやっぱりずっと洗ってくるとね、ちょっとだけこう縮んでるのがわかるかなと思うんですけども、どうしてもまあ縮みが出てくるので、まあ、XL でも良かったかなとは思うんですが、ちょっとこれ比較でいろいろ作りたいなと思ってるんで、まあ、そのために L にしたんですけどもね。昨年までのモデルってね、こう手首のとこがね、こういうなんていうのな、リブがついてないバージョンやったんですよ。で、それ僕ちょっとあんま好きじゃなかって、もうこれ結局寝巻きにしてね着ちゃってて、ガンガンあの部屋着として着てるんですけども、今回はねしっかりこうやってリブついてくれてるので、これ僕結構好きなんですよね、リブがあるかないかって。で、これは結構あるあるでね、わ、めっちゃわかる、そうそう、リブがあるかないかってちゃうよねって。リブがないとどうしても超人次元帽のね、あの道着みたいになってくるから、こうしっかりここのね袖はギュッて絞ってほしいって思う人多いと思うんですけどもね、僕もそのうちの一人です。まあそんな感じでサイズ感がね、こういった L サイズで着てますと。なので今流行りのオーバーサイズとかではないですね、まあスタンダードなサイズ感になってるかなと思いまして、いや、次特徴いきたいなと思うんですけど、特徴がね、まあ、大きく分けて2つあるかなと思います。まず1つ目っていうのがですね、まあ、比較的ねこう分厚めの生地になってるんですよ。で、ノースフェイスのロンティーとか半袖の T シャツとかってこう2つに分かれるんですね。ガシガシ系なのか、ちょっとスポーティー系なのかっていう、これ生地の見上げ方っていうのが実はあるんですけども、今回についてはこれはガシガシ系でございます。で、まあ、スポーティーというか柔らかく着れるっていうのがね、どっちかというとこういうタイプの、まあ、あの長袖も僕持ってるんですけど、今ちょっと手元なかったんでこれ半袖にしてるんですけど、こうどう見ても柔らかそうな感じじゃないですか。で、こういうのってね、オンラインのページとか、あとはまあタグとか見てもらったら分かるんですけどね、だいたいポリエステル入ってるんですよね。こんな感じでポリエステルが入ってて、まあ綿っていうのも入ってるんですけど、これコットンですからね、ポリエステルとコットンが入ってたり、あとそれ以外にあったらこれはね、もうポリエステル 100% なんですけども、まあ、こういった形でポリエステルが入ってるのが比較的こう柔らかい感じのイメージで、対してこのガシガシ系はね、生地はねコットンになってて、基本的にはまあコットン 100% っていう、綿100の場合は結構ガシガシしたね生地感になることが多いです。まあ、白やからちょっと分かりづらいかもしれないけど、さっきのこれも同じなんやけども、コットン 100% なんで、ちょっとこうガシガシしそうなね風合いが出てるかなと思うんですけども、今回もそういったちょっとヘビーウェイトな感じのね、生地感になってますね。だからそれがまあ特徴的なね感じかなと思います。だからどっちかって言ったら、こうガシガシ着るのちょっと苦手やなとか、ちょっとゴワゴワするの苦手やなっていう方はね、もしかしたらこれじゃなくてもう違うタイプの方がいいかもしれない。ポリエステルが入ってるやつとかの方がやっぱより柔らかかったりするんですけども、まあ、これに関してはちょっとガシガシした感じの着心地になってて、次の特徴としてはね、これオーガニックなんですよ。オーガニックコットンですって書いてるんですけどね、よくわからん言葉がまた出てきました。オーガニック食材とかっていうことは聞いたことありません。オーガニックのオリーブオイル使ってるんですっていうだけでね、なんかここ意識高いなとかね、私どものカフェはですね、オーガニックの食材を使っておりますなんて言われたりしたらですね、意識高い人らの集まりないなと思ったりするんやけども、オーガニックの意味はとにかくよくわからへん、なんかよくわからんねんけども、いいことはわかるっていう方もねいらっしゃるかなと思うんですけども、今回のオーガニックのコットンを使ってます。で、はい、おしまいってなっちゃったらですね、おいおいちょっと待てちょっと待てと、これよくわからへんやないかいって思うかなと思いますので、オーガニックって何なんだというねお話を軽くさせていただこうと思います。まあ、最近でこそね、基本的にはだいたいこういった服ってね、もともとはねコットンボールという綿なんですよ。で、それをね綿を取る時って、まあ、葉っぱとかいっぱいついてるから、薬品をねバーっとかけてこのカッパ枯らすんですよ。で、枯らしたらね、取る時に緑の、葉っぱがちぎれた時の液体とか使えへんでしょ。まあ、綺麗な白のコットンボールがいっぱい取れる
るから薬品をいっぱい混ぜるんですって言って、まあ薬品をいっぱい混ぜたのが普通のやつで、それ薬品混ぜへんと一個一個手でこうやって取っていってねやるのって何やったっけな、それオーガニックやないかいと、それ完全にオーガニック、薬品使うと一個一個取ってるから人件費も高いしお金もかかるんやけども意識は高いんよ、それ完全にオーガニックやないかいってなるんですよね。で最近でこそ各アパレルメーカーとかってやっぱり環境に優しくしていこうねとか環境大事にしていこうねってなって、それって何やったっけってなって、それオーガニックやないかいと、それ完全にオーガニックでアパレルメーカー今みんな大事にしてるとこで、最近やったら毛皮やめようねとかね、毛皮のコートやめようね、本革やめようねとかっていう動きがちょっと出てるけども、それ完全オーガニックやないかいってなるじゃないですか。でそのオーガニックだから無農薬でやってますってことなんで、ちゃんと害、その田んぼとかその土地にも害がないし、その近くに住んでる人たちの、環境とか体のことも考えてね作られてますっていうことで、オーガニックコットンが採用されてると。でこれはノースフェイスではね最近始まった、ほんまここ数年で始まったことないけども、パタゴニアとかはねもっと前からやってたんですよね。オーガニックコットンしか使用しませんとかって言ってたんやけども、オーガニックって何っていうと、まあ、薬品使ってへんっていうことなんで、それやから僕らに何があんのって言われたら特に何もないんですよ。着心地も変わりません、でできる品質もそんな変わりません。だから特に僕らにとっての着心地の違いっていうのはないんやけども、まあ、あの環境にね意識してますよ、環境に配慮をしてますよっていうことがね、こちらオーガニックコットンを使ってるということになっております。だからハンドソープとかでねオーガニック使ってるってなったりしたら肌にも優しいとかってあったりするから、どうしても自分にもいいもんやと思ったりするんだけど、服のオーガニックに関しては基本的にはまあ環境を守ってると。着心地が良くなるかって言われたらそういうのはちょっと話がまた変わってくるので、特にそれが大きく着心地に違いはないので、まあ、環境に配慮してるよっていうところがね、あの重要なところになってくるんかなと思います。では次はですね、まあ、デメリット、これちょっと向いてへんなっていう人はねどういう人なんかっていうとね、まあ、これずっと僕着てるから分かると思うんですけども、あんまり柄好きじゃないよねっていう方はねちょっとやめといた方がいいと思うし、まあ、そもそも柄好きじゃない人はこういうのあんま見えへんねんやけども、やっぱどうしてもね子供っぽくなっちゃうじゃないですか。こう大人の方が着るってなった時に、例えば今とかやったらこう長ズボンで合わせてるんやけども、こういったねショーツとかと合わせてキャンプとか行く時とかやったらね全然ありかなとかって思ったりするんやけども、僕こういうね長ズボンでこうやって上着た時にこういう柄があるやつあんま着ないんで、まあ、こんな感じでね合わせるっていうのは合わせやすいと思います。でキャップかぶったりサングラスしたりするっていうのは、ね、いいかなと思うんですけども、まあその辺がちょっとまあ微妙とか、あとちょっと着心地の部分でねちょっとガシガシするのが苦手やねんとか肌が弱いねんっていう方なんかはねあれかなと思うんですけど、その辺がちょっとまあ微妙かなと思います。というわけで対しておすすめの人、どういう人がおすすめっていうと、まあ、もちろんアウトドアしてはる方とかってねこういうのって一つワンポイントになるのもそうやねんけども、やっぱり SDGs ですよね。もうやっぱり SDGs に限るってことでね、もうそれ以上でもなそれ以下でもないねんっていうことなんですけども、 SDGs って何ですの、よくわからへん、横文字並べられてもちょっと困りますよっていう人もいらっしゃるかなと思うんですけどもね、まさに僕も SDGs ってはっきりはよく分かってはないんやけども、よくサステナブルとかね SDGs って最近よく叫ばれてて、ノースフェイスとかパタゴニア結構最近そっちに足踏み込んでるんですよね。でも非常に大事なことで、それも素晴らしいことなんですけども、要は持続可能な社会にしていこうねと、こう無理やり人件費安くしてやったりとか、こう農薬ぶちまけて害だらけにしていったりとか、大量に水使って染色していったりとか、もうそういうことはちょっとずつやめていって、未来のための地球のために何かできることがないかな、そう、それが SDGs だということで、環境のため、未来のため、いろんなことのために、まあ、ちゃんとやっていこうというのがね、そういった取り組みされてると思うんですけども、まあ、それの一環になりますよね。こういうのを買うことによって、俺はオーガニックを着てるんだ、そして SDGs なんだ、そしてサステナブルなんだということで、地球に貢献してるというね、そういうところも、まあ、ちょっと規模がでかすぎるんやけども、まあ、そういうのを買うことによって、まあ、ちゃんとそういうのを、ね、応援していきますよっていうのがね、やっぱ意識の高い人らというか知識の高い人らはもうそうやってやってはるんかなと思うんですけども、そういった方には非常にいいんじゃないかなと思います。で、まあ、僕自身もね今服とか作ってて、ロンティとか作ってるんですけど、それもねオーガニックにもう変えていこうとは思ってるんですよね。で、まあ、それをすることで買った人がね特になんか着心地が良くなるとかいうわけじゃないんやけども、まあ、長くできるだけ社会のためにやっていこうじゃないかっていうのがね、いろんな多分もう会社さんのやり方やと思うんですけど、まあ、そういうところになってると。で最後、じゃあ価格いくらでしたかっていうことなんですけどもね、価格がね7200円って書いてますね。で7920円ということになっておりますので、まあ、こういった長袖はね下をハーフパンツにすることによって6月ぐらいとか7月ぐらいまで着れるし、長ズボンにすることによってね秋とか春は1枚で着れるし、冬場はインナーでも着れるって、結構長袖のロンって使い勝手良かったりするので、まあ、その辺でね今日はお話しさせてもらいましたということで、本日はですねノースフェイスのグラフィックティーを紹介してみたというふうになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。